思想がぶっとです。何歳になったらリサイタルやりたいみたいなことをおっしゃる音楽家、特に若手にいるんですけど、30歳になったら節目としてリサイタルやりたいとか、50歳になったらまた別の節目としてリサイタルやりたいみたいな、ことをね、聞くたびに思想がぶっとは思うんですよね。いや、あれ思想家、基本的にリサイタル以外演奏機会ないんだけど、みたいな ことを思ってるんですよね。今2021年度にやろうとしてる演奏会の企画を練っておりまして、で全然固まんなくて、ですごくナーバスになっている。これナーバスと何が気持ち悪いかっていうと、その結局こういう演奏の機会を得るたびに、ホルソの練習とか、あと、ホルソにまつわる文献を読むとか、その周辺作曲家についての調べ物をするとか、そういうことをする時間が全然取れないっていうのが、まあ結構なストレスだったりするわけなんですよね。音楽をするために音楽以外のことをやらざるを得ないっていうのは結構本末転倒なんじゃないかみたいな、虚無感があったりしましてね。で、あとこれ別の動画のタイトルにもしようと思うんですけど、なんでこんなね、毒舌とか皮肉とか悪態をつく割には、それでもホルソを思想家は続けているのかとね、いう話なんですけど、結局ですね、ホルソを吹くとかね、ホルソ周辺のことを調べるとかね、ホルソで何か面白いことを考えるみたいな、というのは習慣なんですよね。要するに歯磨きみたいなものなんですよ。歯磨きを習慣にしてる人たちにとって歯磨きしないと気持ち悪いじゃないですか。それと同じことで、やっぱホルソをですね、日常のルーティンの中に組み込んでると、そのホルソの練習をしないとか、何らかしら音楽を聴く機会を持てないみたいなことをすると、シンプルに気持ち悪いんですよね。だから、早く、そういう時間を取れるような、生活をしたいと思ったりするんですけど、じゃあ、一方で、じゃあ、この目の前の演奏会企画っていうのを適当にして、自分に演奏する機会が訪れるかっていうと、まあ、訪れないんですよね。みたいなことを思ったりするとですね、結局巨匠になってからじゃないとリサイタルは開いちゃいけないみたいな、そういう不文律がなんとなくあるような気がするんですけど、リサイタルをやるっていうのは、やりたいっていうのは、自分で企画したいっていうニュアンスがまあ含まれてるわけじゃないですか。で、リサイタルをやる能力と音楽というより自習って演奏会を開く労力というか能力と、演奏会を、企画して、無事に開催までこぎつけるっていう、能力は全然求められてる能力違うんですよね。人がおうと別になんか変なマウントしてる、したいわけじゃなくて、人がおったら確かに 完全に独創の完全独創でホルンリサイタルを開くみたいなことは、まあ確かにやりますけど、じゃあ、こういう人が、OK とか吹奏楽とかに乗って、何らかしら仕事ができるかっていうと、別にそんなことはないんですよね。やっぱ逆もしかりで、演奏の仕事をたくさん受けてる人が、じゃあ、完全に独創で全曲現代曲みたいなリサイタルが開けるかっていうと、まあ別にそれはそれでそういうわけではないんですよ。もちろん、両方できる、素晴らしい奏者も、まあたくさんいますけどね。いうわけなんで、まあ、何が言いたいかというと、多分音楽のきちんとしたキャリアを積んでからじゃないと、リサイタルは開いちゃいけないっていう、むしろそこに至るまで自分は修行しなければならないっていう、価値観があると思うんですけど、リサイタルを開くための修行っていうのは、結局リサイタルを開く以外に他に修行の方法はないと思うなということを、思想したりするんですよね。はい、ですね、まあ何をぐちぐち言いたいかというと、いやまあ、あとはもう、話は余談なんですけど、なんか結局、昨日の動画でも語った通りですね、クラシック音楽界隈っていうのは、すごい狭い範囲で仕事が回っているっていうね、ことをしみじみ思うんですよね。まあ自分はね、SNS の発信とか、こういう YouTube 動画のやり方とかもね、全然、まあ上手くないなって自覚ある。っていうか、仕事が欲しいようには全く思えないようなやり方やってて、で、実際そんなに仕事欲しいかっていうと、まあそうでもないっていうのが確かに本音かもしれなくて。ただですね、一方で思うのは、結局なんていうのかな、SNS でいくらこう目立ったところで、別にそれは仕事に全く直結しないっていうことなんですよね。
少なくともそこから仕事につなげようと思うんだったら、もう一工夫、二工夫必要だってことなんですよ。で、逆に言うと、継続的に音楽家として仕事を受け続けてる人たちって、ぶっちゃけ実はそんな大して SNS の発信とかやってない人が多いんですよね。で、それはどういうことかっていうと、別に SNS、要するにたくさんの人の目に触れようと、触れる努力をしなくても、特定の仕事を持ってる人とつながることの方が、よっぽど大事っていう。要するに、100人の、と、あの知り合いを作るよりも、1人の有力者とつながることの方が、まあ大事っていうね。まあそういう、文化なんですよね。っていうと、またこういうの、仕事がない、負け組思想家が、ぐちぐちと、業界に対して悪態ついてるみたいな、そういう印象を持たれるのも、すごく、ちょっと、なんていうか、自分としては、不服なので、そういうこと言いたいわけじゃ、なんか、いや、あの、言いたいわけじゃないんですけどね。まあ何が言いたいかって、結局、昨日の話は続きになるんですけど、まあだから結局、狭い枠の中で結構仕事って回ってるから、まあ本当に仕事が欲しいと思うんだったら、配信とかやってる場合じゃなくて、どっかの、すごい筋力持った人に、まあ忖度するのが結局最適解となって、ってなると、やっぱりそういう状況だと、まあハラスメントっていうのはどうしても起きやすくなるから、仕事受け方、仕事のもらい方、もしくは渡し方みたいな業界構造はまあ変わんないんだろうな、ということですね。まあ思ったりするんですよ。で、まあだからそう言って、自分は忖度できないし、音楽家とのつながりもないし、困ったなとかいうこと思ったりするんですけど、まあ、意外とこうやって、調べてみると、自主的な演奏会をするにあたって、まあ、国とか、行政とか、その他財団とかがいろいろ支援企画とかしてたりするし、もちろんそれに応募するハードルっていうのはそれに高かったりするんですけど、まあ、別に正直、まあ、例えば、ね、前回はのリサイタルとか、まあ確かに助成金もらいましたけど、それまでは別に助成金もらえなくてもリサイタルって勝手に開いてたし、まあそんな感じで結構リサイタルって自分で開こうと思えば別にそんなか、結構まあ開けるもんだから、そんな気合い入れて、物理的にはそんな、その巨匠になってからじゃないと開けないもんでもないんだよねっていうことを、まあ改めて思想した次第なんですね。はい。まあ以上なんですけど、ちょっとそんな感じで演奏会企画を練っておりますので、ちゃんとこういうのも告知を、できるようになるといいな。で、告知して、まあ、来てくださいって、言いたい、ちゃんと言えるようになるのも、といいなと思いつつ、まあ、そういうやり方はちょっと考えないといけないんですよね。ということを考えたりしておりますので、早く、ホール袖で、ちょっと、少し、クスッと笑わせられるような、そういう動画も、追用、ね、早く追用したいところでございます。はい、以上です。